皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあ、こちらのキリア楽園の方ですけれども、ここのバスターミナルの1番乗り場と3番乗り場が非常に混みすぎていますので、ちょっとこれをねどうにかしたいと思いまして、これは特定の路線だけバスの本数を増やすというようなことは多分できないと思うので、新しい路線を作って、そしてこの混んでいる路線と同じところへ行くバスを、逆回りでちょっと作っていこうかなと思います。まず一番乗り場がこのバスですね。この一番乗り場がこの茶色い線、ここからこっちに行ってで、ここに止まってこうぐるっと回るという路線ですね。ここのバス乗り場からこう回っていく、この新しく作った住宅街を一周する路線、そしてもう一つ混んでいるのがこちらの3番乗り場、ピンクの路線、これはここからこっちへ行ってこっちに入って、そしてここら辺をぐるっと回っていくという路線ですね。こっちの鉄道駅の方からこの貨物駅の方へ向かう、そしてここの商業地区を通って戻ってくるという、この2つの路線、この一番乗り場だったらここのバスターミナルに着く前のバス停はここで止まってるんですよね。ちょっと他の路線の色がついてて見にくいですけども、ここに茶色いこの矢印があってここに止まっている。でその前はどこだ、これか、ここに止まっているという感じになっているので、それを逆に回っていく路線を新しく作ろうかなと思います。なのでバス停も、この道の反対側に立てる感じですね。じゃ左側通行で、逆向きで通っていくので、これで新しい路線を組んでいく。さあ、これで一番乗り場と逆向きのバスがまずこちらにできる。で今度こちらの3番線もやっていきましょう。あ、待てよこの3番線のこのピンクの方はここが一方通行だから逆向きはできないのか。そっか、ここ左側にバス停を作ることができない。そしたらどうするかな。そしたらここからこの3番乗り場ピンクの路線がこっちからぐるーっと行って、でここで右折してこっちの方に回っていっていますけれども、それをちょっとこっちから行ってみましょうか。ここ右折するのを一つ向こう側のこっちの通りにして、ここら辺にするか。ちょっとこっちの路線だとこの公園の前に止まってますけど、その一本隣の道に入って、そしてここからここら辺にも止まるか。こうしてこのピンクのに合流する。こうしてみましょうか。これで行き先がほぼ同じでちょっとだけ違うところ、この道を通るか、ここから左に行ってこう大回りで向かっていくかの違いで路線をちょっと増やしてやってみましょうか。これでまあ時間進めてもすぐにはそんなには変わらないとは思いますけど、まあ徐々に新しく作った方の乗り場に移っていってくれれば、ここの混雑も解消されていくでしょう。さあ、これで次はこちらの労働者が足りない問題、こっちの産業区画の労働者が足りないので、この商業区画の隣のここの空いたスペースにちょっと住宅街を作っておきましょうか。どうするかな、このスペースこんな感じでちょっとやってみましょうか。あ、住宅街だからこっちか。こんな感じにして、
とこっち側も同じように、こんな感じでここの円から外側にちょっとだけ伸びる感じにして、ここ変だな、ちょっと左右対称、左右というか上下というか上下対称にはならないですけど、これってあ、ちょっと待てよ仮想場か、これちょっと移転するか、こっちに移転してもらおう。そしてこれとここを結ぶようにして、かこうして、でさらにこっちとこっちちょっとあれ潰しちゃうことになるけど、つなげる。これで高速とは片方ずつですけどつながった。で、あとこっちとこっちを、高架でつなぎましょう。こんな感じか。この2番目の線同士を高架で結ぶ。そしてこっちも高架で。こんな感じで繋いでみましょう。で、こっちとこっちを、ここもまた建物が壊れますけど、こうやって繋いでいって、こんな感じで、これで OK かな。そしてあとはこっち側とも、こうつなげましょうか。ここでこうつなげるのと、あとこっちからこうつなげる。これって、ここを低密度の居住区画にしましょうか。ここら辺は学校も学校にも行かない子供たちの住むところにしますので、低密度の居住区画で、よし、これでいいかな。これでここの商業区画とこっちの新しく作った居住区画がつながっていて、でこの高速からはこっち側に帰ることができる。そしてこっちの3本一番外側の線にはこっちから来た人が入ることができて、さらにここからこっち側に出ることもできる。これでいいでしょう。これで警察と病院と置いていきますか。ここの2番目のところに置いておくか。2番目の線に警察と消防を置いて、病院はここに置いて、あ、そういえばこっち側病院置いてなかったな。産業区画って病院必要かな？どうなんだろう。こっちの、あ、待てよ、ここ、駅前結構、こう病人が出るけど、病院が少なすぎるか。ここに病院建てておきましょう。よしよしよし。これであとはここから水道などを敷いておいて、そしてあと公園も作っておきましょうか。一番外側に2つ置いておきましょうか。とここへ。よし、これで時間を進めてみましょう。これで、あ、来てますね。新しく家がどんどん建ってきています。さあ、これで家が建ってくれば、こっちの方の従業員不足もなんとか解消されていってくれればいいんですが、早速潰れてる。あとはこっちの方ですね。ここのこの混み具合はどうにかしたいけど、あ、待てよ、ちょっと待て。このバスがこの駅前からこっちの住宅地の方と、あとこっちの商業施設の方に行きたがっている人が多い
ということは、ここに地下鉄でも作るか。地下鉄っていつもこう別の区画から、あ、なんかすごい混んでる、別の区画同士を行き来する、かなり大きな移動の地下鉄ばかり作ってきましたけど、この小さい移動用の路線も作ってみましょうか。では、どうするかな。ここに列車の線路が地下を通っていますけど、まずこの鉄道駅のここにちょっとスペースあるんで、ここに地下鉄を置く。この鉄道駅があって、タクシー乗り場があって、そしてここに地下鉄。なんとなくこのタクシー乗り場と地下鉄逆の方が良かったかもしれないけど、まあいいかこれで今度こっちの方の住宅街に地下鉄の駅を作りたいけど、道が空いてないバス停、ここら辺のバス停にすごい人が待っているんですよね。ちょっとここの公園の脇のあたりに、申し訳ないけど潰して、こっちに立てさせてもらいましょう。道路を伸ばして、そして、あー待てよ、あー待てここに線路があるのか。いや別に大丈夫か、線路は。線路高さを変えたりすればいけるから、それならここからこっちの方にちょっと伸ばして、ここに地下鉄を作る。で、一応ここはこの行き止まりのまんまにしておきましょうか。で、この地下のこのこの鉄道から降りていったこの線路をちょっと壊させてもらって、もう一段低くしましょう。今これ地下1階というか地下に1段階下げたところでこの線路を敷いてあるので、ここからさらにもう一つ下げる。この2段階下がってる状態でこう伸ばして、でこれならここから伸ばせますもんね、普通に重ならずに。よし、ではこれをこっちの方まで伸ばしていきましょう。さあこれでOK かな。で、地下鉄の駅こことここに置いたので、もう一つ今度はこっち側の商業区画の方に置きたいところですが、これはこの道路の先を少し伸ばして、ちょっとこっちとつなげて、ここら辺に作りますか。これで地下鉄としての直線距離というか、ここと駅と駅の距離は近いですけれども、ここから移動するとなると結構遠回りしないといけないところなので、ここで、地下鉄同士をつないでおけばかなり利便性は高くなるでしょう。で、こことここを地下でつないで、ここはかぶっていない。よしよしよし。で、こっちと、こうつないでおきますか。そして今度将来的にこっちの上の方へ、住宅とか伸ばしていった時に、さらにこっちの方にこう路線を伸ばしていけるような感じでこうしておきましょう。そして地下鉄の路線を作っていきます。よし。さあこれでここに地下鉄が開通したことで、ここの人たちこのバスに頼らなくても移動できるようになったので、だんだんばらけていってくれればいいんですが、一度ここに並んだ人はもう動かないのかな。これで1回30人ずつしか乗れないから、この列がなくなるまで時間かかりそうですけれども、こっちのを使ってくれてる人いますね。こっちの地下鉄で移動してくれる人がいる。さあこれでこっちのを
人が入っていきますね。ここにも自転車、自転車のまま、自転車のまま中に入ってた。そう、今自転車のまま地下鉄に入っていった。折りたたみ自転車とかなのかな。そして地下鉄から車が出てきた。さあこの人も地下鉄に入っていく。さあそして、おおお、ちょっと動いたか。おお、動いた動いた動いた。これで地下鉄に乗ってこっちの駅に到着しましたね。お、さらに追跡状態で、こっちまで行ったということは、向こうから、向こうの住宅地からこっちの商業地区に来たかった人か。おお、出てきた出てきた。このテリー・アレキサンダーさん、高校で教育を受けた青年がこっちに来て、勤務先がオールアバウトホーム。あ、ここ入ってきましたね。ここで働いてるんですね。ここがオールアバウトホーム。この高校で教育を受けた6人の中の1人が今のテリー・アレキサンダーさん。お、これ一番乗り場が、一番乗り場が空いてきた。代わりにこっち側が、こっちの方が混んでる。1,2,3,4,5,6 番乗り場が混んでいる。1番乗り場空いてきたけど6番乗り場が混んでいる。あ、これで右下のゲージだとあれが足りないですね。商業施設が足りないのか。そしたらこっち側の商業区画を伸ばしていきますか。伸ばすというかどうするかな。道の方をちょっと、道などを作ったりして、これでこっちに高密度の商業区画を増やしていきましょう。よし、さあこれでこっちの方にも商業区画が立っていきます。樹木と防音壁で交通による騒音を軽減。それって普通のこの樹木で大丈夫なのか今の。それともこういう街路樹付きの道路とかを指して言っているのか。この樹木を植えるだけで騒音が軽減するならここら辺どんどん植えていきたいですけどね。バス停が目の前なのか、ここの家は。すんごい人だなこれ。っていうか混んでる、渋滞になってる、バスが多すぎるか。これはここか、ここの交差点で混むのか。バスが多すぎる気もするけど、でもしょうがないもんな。バスがものすごい連なってる。この右側から左側に行ける道路が少なすぎるのも問題か。あとここから貨物列車が降りてきた時にここら辺も混むしな。どうしてもバスターミナルの前の道路はもうバスがいっぱい来るから、それで混んでしまうのはしょうがないとしても、同じ道を走らせすぎか。そうしたらどうする。ここら辺からこっち側に行ける道路も作るか。そうですよね、これだと右側のこっちの住宅街の方からこっちの商業区画の方へ向かうのに全部ここに集中してますもんね。しかもここにはこの踏切がある。でこっちに入ってきたのはここで必ずぶつかる。でここの道路はこの高速とつながっている道路だからこっちも混んでいるし、ここら辺からまっすぐこっちの方に、あ、こっちも混んでるな。これはバス路線をちょっと集中させすぎたか、ここの道に。そうですね、すべてがここを通っていく。この辺が全部赤い。赤くなるのはしょうがないとしても、赤いところから赤いところへ移動する道がここの1本しかない。でこっち側からにしてもここの1本しかない。
というのが問題なんですよね。そしたら今度はこの辺りの交通を改善させていきましょうか。ちょっとこれはさすがに道路が混みすぎなので、ここからこっちにつなげるっていうのも面白いか。ここからこっちにつなげてこっちには行く。あ、でもそうするとこっちのここのバスターミナルに入ってきにくくなるんですよね。そこら辺難しいな。ここからこっちにつながるようにしてこっちに行かせるとか、そういう手もありか。またここの高架の道路が複雑になりそうだけど、まあその辺いろいろ次回やっていくことにしましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。